皆さんこんにちは、キスケです。本日は最強キャラランキングトップ10やっていこうかなと思うんですけど、まあ今回のランキングに関してはもう独断と偏見で、決めました。まあ今までまあある程度のランキング動画に関してはそのコメントのまあ強さとかを若干反映したりとか、まあ、視聴者の意見を取り入れつつなんかランキング動画を作ったりとか、まあそういう動画もあるんですよね、ランキング動画も。ただまあ今回のトップ10に関しては、まあ、PVP 回ってる感想であったりとか、こいつ強くねみたいなこっちの方が強くねみたいなキャラクターを、まあ、トップ10に組み込んで、まあ、その理由とかも、ちょっと解説していこうかなと思います。今回の動画は視聴者の意見完全無視完全無視です。もちろんそのこのランキング動画に関しての、意見とか感想とかはコメント欄にどんどん書いていってもらえたらなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは早速第10位から見ていきましょう。こちら、全開覚醒魔人ベジータになります。このキャラクターが第10位ですね。はい、まあなんでこいつをトップ10にランキング入りさせたのかっていうと、まずクイック移動、クイックアタックとかが実装されてるんですよね、今現段階で。でやっぱクイック移動からの範囲特殊がかなり優秀だと、思ってて、まあもちろんその噛み合いゲーだとかそういう感じになってはいるんですけど、やっぱねクイック移動で一瞬で目の前に現れてその範囲特殊をぶっ破されちゃうと、まあ、後ろに下がれないし、まあ、通常打撃も、まあ、間に合う人は間に合うとは思うんやけど、まあ、結構厳しいですよね。完全読み合いみたいな、回避入れるか通常打撃するか、まあ、後ろに下がって様子見るかみたいな、そういう択に絞れるっていうだけでもかなりクイック移動から範囲特殊は強い能力なのかなって、思ってます。でプラス、まあ、必殺アーツの火力ですよね、めちゃくちゃ高いよね。もう全キャラ中トップクラスに、性能のいい必殺アーツを持ってるんで、まあ、必殺だけでゴリ押すみたいな、必殺アーツの火力だけでこいつを運用するっていうのもまああながち間違ってはないのかなっていう。でプラス、変身後のメインアビリティ、特殊カバチェン無効の能力がまあ覚醒前よりかなり伸びたんですよね。でそれプラス範囲特殊でコンボ取って、まあ、ライジングにつなげたり必殺アーツにつなげたり、まあ、控えに戻って違うキャラクター有利属性とかで殴ったり、まあ、そういう動きもできるっていうのは今の環境的にはかなり、強い動きになってんのかなっていう感じかな。やっぱ特殊カバチェンがね多い、最近のキャラクターは特殊カバチェン持ってない方が少ないんで、まあ思い出してみるとまあ身勝手でしょ、特殊カバチェンで龍拳打撃カバチェンでしょ、でベジットも打撃カバチェンでしょ、でまあ環境でよく見るって言ったら他にはそうだな、まあウルトラゴジータの打撃カバチェンとかでしょ、でトランクスの射撃カバチェンでしょ、とにかく何かしら止めてくるようなキャラクターが多いんですよ。そういった敵に対してまあ条件結構遅めですけど、中盤から後半にかけての能力ではあるんですけど、変身後のメインアビリティから、特殊カバチェン無効で火力を稼げるっていうのはかなり強いんじゃないかなとは思います。ということで第10位全開覚醒魔人ベジータでした。お次は第9位見ていきましょう。こちらウイスが第9位にランクインという形になります。まあこいつ強いね、まあいろんなキャラクターと組み合わせて使われてるっていうわけではないんですよね。大体がなんか身勝手とセットで使われてる印象があるんですけど、やっぱこいつの強みっていうのが所持アーツに特殊アーツがあることなんですよね。これがもう何より強い、特に17号18号とかと組み合わせたりとか、まあ先ほど言った通り身勝手と組み合わせたりとか、最近のキャラクターってね特殊アーツ強いんですよ、当然かもしれんけどね。でついでにアーツをドローして気力も回復してコンボ1コンボ分ぐらい伸ばせますよみたいなキャラクターがめちゃくちゃ多いんで、特殊アーツなんて増やせば増やすほどいいんですわ。それがこのウイスにはできると、それがねとにかく強い、
やっぱ所持アーツに特殊アーツあるっていうのは、まあ、実装当初はねそこまで評価されていたキャラクターではないと思うんやけど、まあ、所持アーツに特殊アーツあるっていうだけで、まあ、今後評価されていくだろうなとは思ってたんですが、評価されましたね。かなり強いキャラクターだと思います。で、他にも能力があって、まあ60カウント試合開始から60カウント特殊カバチェン無効、これでまあドラゴンボール安定感持ちつつ回収したりとか、まあ、火力放り込んだりとかで、それだけじゃなくて、まあ、PVP でめちゃくちゃ多い龍拳悟空に対しても、出していけるんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、まず色、うん、有利不利の相性管理はまあ当然として、こいつ泥足ダウン持ってるんですよ、敵と対峙するたんびに。で気力減少もついてると、それがねめっちゃ強い、うん、すごい刺さる。僕どっちかっていうと龍拳の方が使ってるんやけど、そのウイスと対峙すると泥足ダウンなんで、もうほんまに 3,4 アーツ分ぐらいしか、コンボ稼げないっていうね、うん、2コンボ分ぐらい減らされてるわけですよ。しかも振り属性ですよねこっちは。それがねとにかく、うん、強いのかなっていう印象ですかね。でまあね、意外とそのこれが目玉ですよって運営が発表していたブラインドに関しては、他のキャラで特殊アーツ打った方が強いみたいな感じになったんで、まあ、完全おまけっちゃおまけですけど、たまに刺さるよね。ブラインドされて、まあ、何もできないっていう状態で、まあ、今だとクイックアタックとかクイック移動で、まあ、近距離に攻めて、まあ、相手に嫌がらせするっていう動きもできるんで、援護タイプの中でもほんまにピカイチの強さなんじゃないかなと思います。かなり優秀なキャラだと思います。ということで第9位ウイスでした。ではお次第8位見ていきましょう。こちらタピオンが第8位にランクインということで、ウイスに引き続き援護タイプのキャラクターがトップ10にランクインという形になります。で僕はね、まあここは人まあ感想分かれるところではあると思うけど、僕はウイスよりタピオンの方が優秀なんじゃないかなとは思ってて、やっぱね自分自身でがっつり殴っていけるんですよね。ウイスも特殊カバチェン向こう60カウント持ってるんで殴れるっちゃ殴れるんですけど、やっぱ火力に関しては、心もとないですよね。ウイスさっさと引っ込めて別のキャラクターで殴った方が、まあ、火力稼げるっていうタイミングがかなり多いとは思うんですけど、このタピオンに関してはそんなことなくて、もうほんまに打撃タイプとかその辺のキャラクターと変わらないぐらい火力が出るキャラクターなんですよね。でプラス特殊アーツで泥足2段階アッププラス特殊カバチェン無効で、相手の特殊カバチェンを無視しながら殴ってもいけると、そこがね個人的にはちょっと魅力的かな。うん。でこいつの一番の特徴ライジング受けですよ。これがもうほんまに優秀。やっぱね待機カウント10カウント短縮、もうこれでどんなところからライジング打たれても、タピオンを、まあ、受けキャラとして出していけると、プラス、やられたらヒルデガーン置き土産ですよね。でヒルデガーンの火力もバカにならなくてめちゃくちゃ火力高いし、かつ控えにも入るという形になるんで、まあ、このヒルデガーンの火力があったから試合をまくれたっていうシチュエーション、まあ、僕何度か経験してるんですけど、まあ、その辺がね超いいよね。でメインアビリティもすごい使いやすいし、まあ、遠距離必殺やし、特に言うことないぐらい、まあ、めちゃくちゃ優秀なキャラクターなんじゃないかなと思います。まあさすが4周年ですよね。変身ベジータブルーとはマジで大違いというか、こんなに差あっていいんかっていうぐらいなんですけど、まあ、めちゃくちゃ優秀だと、思います。ということで、第8位タピオンになります。お次は第7位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッドスーパーサイヤ人トランクスになります。はい、まあちょっとどうでしょうかね。これが一番新しいキャラクターにはなるんですけど、まあ、第7位にトランクスがランクインという形になります。個人的にはねかなり優秀なキャラクターなんじゃないかなとは思ってるんですけど、やっぱりねその使うにつれて特殊カバチェンないなとか、泥足ないなとか、ちょっとね不便な部分が、まあ、ちらほら見え出してきて、さすがにその4周年のキャラクターを食ってかかるのはちょっときついなっていう感じではありますかね。ただまあ打撃アーツに射撃アーマーがついてたりとか、
ほぼ条件無視の救急ガーツ2回特殊圧発動させるだけなんで、これがね何より優秀かなって思います。特大ダメージ簡単に2回放てんの結構やばいでしょ。でバニシング回復も 70% ついてるし、かなり、まあ、機動力に優れた、キャラクターになってるんじゃないかなとは思います。で最近では珍しい、まあ、射撃カバチェンとか持ってたりして、まあいろんなパーティーに採用できて、結構優秀なんじゃないかなっていう。タグが優秀ですよね、やっぱりベジータ一族、スーパーサイヤ人、未来、うん、結構ね優秀なタグ揃ってるんで、今後もっと活躍してくんのかなとは思ってます。まあ特に未来パーティーとかでさ、まあ、17号18号もいるし、なんかもう一つ二つぐらい強いキャラクターが組み込まれれば、かなり未来パーティーで優秀に働いてくれるんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ今だと未来パーティーっていうよりかはスーパーサイヤ人パーティーの緑枠として活躍してるっていう感じかな。うん、ウルトラスーパーベジットと合わせて、まあ、バーダックのバフを受けて、まあ、殴っていく、でベジットでライジング受けてみたいな使い方がかなり優秀だと思ってるんで、まあ、その辺踏まえるとまだまだ伸びんのかなとは思いますね。うん、今後のタグ強化次第かな。はい、ということで、第7位スーパーサイヤ人トランクスでした。お次第6位見ていきましょう。こちらウルトラ海洋剣ブルーになります。ウルトラ海洋剣ブルーが第6位という形になります。まあこのキャラクターはとにかくうざいとにかくうざい、マジでね、もう1、2を争うぐらい僕は嫌いなキャラクターですね。うん、海洋剣悟空が嫌いなわけじゃなくて、まあ、こいつの性能が、嫌いっていう感じです。やっぱね打撃封印クソうざいし、アーツドローもめちゃくちゃ多いし、特殊アーツガンガン引っ張ってきたりね、でバニシング回復もあるし、で吸血圧射撃機関士っていうことで、まあ、めちゃくちゃ優秀な、うん、キャラクターなのかなとは思います。ただねトップ3とかトップ5に入らなかった理由はやっぱりその同じ色で同じサイヤ人のタグにやっぱベジットが追加されたっていうことなんですよね。今まではその別に宇宙サバイバル編で使えっていうわけではなくて、サイヤ人の黄色枠としても、まあ、活躍してたんですけど、まあ、その座を奪われて、まあ、ベジットに軍配が上がったっていう、うん、形かな。ただたまに当たるんですよねウルトラ海洋剣ブルーで。たまに当たるとやっぱりその鬱陶しさを再認識するというか、うわ打撃封印こんなタイミングできたわみたいな、うん、コンボ終わっちゃったみたいな、で、棒立ちになって相手のコンボを入れちゃうみたいなね、うん、そういうシチュエーションも結構多いんで、かなり優秀なんじゃないかなって思います。必殺アーツの気力現象もクソうざいよなマジでね、うん、その人から嫌われるような能力を詰め込んだキャラクターになってるんじゃないかなって思います。でこういう対戦ゲームって人から嫌われるようなことをすればするほど強いんで、まあ、そういうことに関しては、うん、かなり強キャラの部類に入るんじゃないかなとは思いますね。ということで、第6位ウルトラ海洋剣ブルー悟空でした。お次はとうとうトップ5ということで、第5位見ていきましょう。こちらウルトラスーパーゴジータが第5位にランクインという形になります。やっぱね強いね、その射撃アーマーで、まあ、コンボ取ったりとか、まあ、ユニークゲージ貯めて必殺技の手札吐きでリセットしたりとか、特に個人的に強いなと思うのはやっぱ手札空き。これがね、何より強い。時間稼ぎもできるし、まあ、相手のドラゴンボールを破棄したりとかできるし、手札についてるドラゴンボールね。そういう動きができるっていうのは、まあ、かなり、うん、優秀なんじゃないかなって思います。まあ、ずっと強いね。こいつの評価が下がったことは一度もないんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、最近の環境を見てみるとほんまに再認識するというか、ウルトラスーパーベジットと、まあ、大体セットで出てくることが多いと思うんやけど、特に強いんじゃないかなって思います。で味方一体落ちてからの逆転性能、これがもう特段高いキャラクターになってると思ってて、交代禁止5カウントで属性相性不利無効10カウント、これやばいよね。これがねこのキャラクターの全てなんじゃないかなと思ってて、それぐらいやっぱ
今だと交代禁止が強くて、踏ん張りキャラクターもまあそこそこいますし、特殊カバチェン無効で、まあ、コンボリセットみたいなこともされないですから、交代禁止があればね。で、プラス、属性相性振り無効。まあ、緑のキャラクターで言うと、まあ、龍拳が結構多いかなとは思うんですけど、まあ、個人的に龍拳悟空を縛って、ライジングで落とした時が、まあ、一番性を実感するかなっていう、うん、最近の PVP の楽しみはそれなんじゃないっていうぐらい、やっぱ逆転性能も高い。うん、やっぱ味方一体は落ちてるわけですから、まあ、3対2の状況、まあ、もしくは2対2の状況とかがかなり多いとは思うんですけど、3対2の状況やったら、そっから、まあ、1体確実に持っていったりとか、で2対2の状況やったらさらに相手を追い詰めるような動きができたりとか、まあ、その辺がやっぱ優秀かなとは思います。でまあトランクスとは違ってかなり条件厳しめやけど、究極アーツを2回打てると、うん、味方2人戦闘不能になってから究極アーツを2回打てるっていうことで、まあ火力も性能も十分な、うん、キャラクターになってるんじゃないかなって思います。ということで、ウルトラスーパーゴジータが第5位にランクインという形になります。では次、第4位見ていきましょう。こちら。レジェンズリミテッド17号&18号が第4位にランクインとなります。まあ前回だったかな、まあ結構前にトップ10やった時は、確かね、2位とか、まあそんぐらいに入っとったとは思うんやけど、クイックアタックとかクイック移動が実装されたことによって、まあ、ダッシュタックル回避からの、逃げてみろよ、まあ、ああいうのが入りづらくなったっていう点と、まあ、他のキャラクターが、まあ、やっぱ17号18号の対処法とかを、まあ、再認識し始めたっていうところもあって、まあ、個人的には第4位ぐらいが十分かなって、思ってます。まあ、もちろんこのトップ10に入るだけでめちゃくちゃ強いっていうのはまあもちろんお分かりいただけるとは思うやけど、まあ第4位ぐらいかな。うん。前ほどの脅威は感じないですね。まあその理由がやっぱり身勝手の追加とか、その安定して火力出せる龍拳悟空とか、そういうキャラクターが4周年で追加されて、まあ17号18号よりなんか立ち悪くねみたいなキャラクターが結構増えてきたんで、まあ良いに落ち着かせたっていう感じかな。まあでも5位以上なんで、まあ半分以上上にはいるわけなんですけど、やっぱこいつの全て特殊圧、これがもうとにかくうざい。こいつにあの逃げてみろよっていう特殊圧がついてなければ、ここまで嫌われてなかったんじゃないかなとは思います。やっぱね、簡単に入るじゃないですか、特殊圧かぶせることもできるし、まあ中距離からタックル行ってタックル回避から特殊圧決めたりとか簡単に入るくせに、その特殊カバチェン向こうで殴ってくるんですよね。これがもうめちゃくちゃうざい。今 PVP で一番ヘイト買ってんじゃないかなっていう、そんぐらいうざいんですけど、でプラスコンボ力もあるじゃないですか、射撃圧引いたりとか、18号は打撃圧引いたりとか、で17号の特殊圧ばっかりに、まあ、目が行きがちかもしれないんですけど、18号の特殊カバチェン無効プラス、バニシング奪う特殊圧、それもねかなり厄介。なんか全ての強い能力詰め込みましたからみたいな、そういうキャラクターになってるんじゃないかなって思います。でこいつの登場のおかげで踏ん張りキャラクターの価値がめちゃくちゃ下がったっていうね、うん、まあ、それぐらいかなり優秀な、キャラクターなんじゃないかなとは思います。ということで第4位17号18号でした。お次はついに、トップ3の発表になります。第3位こちらです。ウルトラスーパーベジットが第3位に、ランクインとなります。まあこいつに関してはやれることがかなり多いんじゃないかなって思ってて、まあ、シンプルに防御タイプなんで相手の攻撃を受けることもできると。で、特殊圧で特殊カバチェンじゃない、属性相性を不利無効にしながら、まあ、不利属性をなんとか難なく殴っていける性能であったりとか、メインアビリティのバニシング回復であったりとか、で、何より、打撃カウンターですよね。打撃カウンターって言わんか、射撃カウンターか、どっちかというと。
まあ、打撃アーツを使ってる最中に、まあ、単発機弾とか射撃アーツが来れば、カウンターとして発動すると。もうとにかくやれることが多くて、そのやれること全てが高スペックというか、うん、めちゃくちゃ優秀なんじゃないかなとは思います。で、一応ね、その打撃カウンター発動させたタイミング、まあ、射撃カウンターか、とりあえずカウンターですね、はい、カウンターを発動させたタイミングに、まあ、特殊カバチェン無効がついたりとか、うん、その辺も相まってかなりね優秀ですよね。さすが4周年最後の砦で追加されたキャラクターなだけはあるなとは思ってるんですけど、めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。で、防御タイプのくせに火力あるしねで、まあ、究極アーツの火力もね、ほんまになんでそんな火力出るみたいな、それぐらい火力出るキャラクターやし、条件付きではあるけど属性相性振り向こうついたりとか、それで振り属性の赤色を、まあ、身勝手とかね、身勝手とか17号18号をワンパンしたりとか、火力がめちゃくちゃ高い防御タイプのキャラクターっていう、なんかその3周年のゴジータ4いたでしょ。で、ゴジータ4って実装当初はなんか どうなんだこれみたいな、微妙じゃねみたいな感じやったんやけど、なんかその悪いところを全て直したかのような、うん、性能が、まあ、ウルトラスーパーベジットなんじゃないかなって思います。プラス踏ん張りついてるんでね、これがめちゃくちゃ厄介なんですよね。その今までの踏ん張りキャラクターって多少柔らかかったりとか、しとったんですよ。ただこいつは硬い上に踏ん張りついてるんですよね。だから対処できるキャラクターとしては17号18号しか、特に対処しようがないというかね、それぐらい、まあ踏ん張りキャラクターの株をようやく上げてくれたというか、全部17号18号に仕留められとったけど、ようやく踏ん張りのね光が見えたというか、それぐらい環境に影響を与えるキャラクターなのかなとは思います。はい、トップ3第1回目、ウルトラスーパーベジットが第3位という形になります。ではお次第2位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッド龍拳悟空3が第2位に、ランクインという形になります。個人的にはね、ウルトラスーパーベジットより戦ってて嫌やし使ってて強いなって感じるので、まあ、こっちの方がランクが上という形になります。ってことはまあ第1位は、お察しの通りって感じだね。もう想像つくよね。まず第2位龍拳悟空なんですけど、やっぱりね序盤からまあ中盤ぐらいにかけて、すごい安定して火力出してくれるんですよね。で、どっかのタイミングで言ったけど、やっぱ特殊カバチェンがめちゃくちゃ多いんですよ今の PVP って。で、そういうところに、まあ、2回限定ではあるんやけど特殊カバチェン無効でかなりの火力持ってますよこいつ。かなりの火力で特殊カバチェン無効で、ダメージを与えることができるっていうのはめちゃくちゃ強い。うん。で、相手も龍拳悟空が入ってれば、ターン制バトルになりますまずはこっちの龍拳悟空の攻撃、次は相手の龍拳悟空の攻撃みたいなね、うん、感じになるんですけど、まあ、それがやっぱ強いよね。うん。で、ユニークゲージ貯めた状態、マックスになった状態だと、もう全キャラ中誰もかなわないぐらいの性能になると思うんですよね。特殊アーツでかなり体力回復できるし、必殺アーツの交代禁止もあるし、でメインですよね、バニシング奪ってバニシング回復するっていう鬼畜の極みですよこいつはその辺がねかなり、まあ、優秀なんじゃないかなとは、うん、思ってます。で、すごい使いやすい特殊アーツ、時止めにも使えるし、打撃アーツ引いて気力回復もできるし、余ダメージも上がるし、うん、特に言うことないんじゃないかなっていう。なんかね、実装当初はもっとユニークゲージの溜まり早くていいんじゃねみたいな声もちらほらあったし、現に僕も若干思っとったんですよね。よかったよかった、これだけ遅くて、うん、じゃないと終わってたと思うんですよね。もう環境龍拳一色みたいな、ウルトラベジット何それ美味しいの状態になりそうなんで、まあこんぐらいがなんかベストな調整なんじゃないかなとは、うん、思ってましたね。まあ初めての龍拳キャラクターということで、龍拳悟空3ということで、まあ、かなり性能が盛り込まれたキャラクターではあると思うんやけど、やっぱね序盤中盤終盤やることがあるキャラクターっていうのは重宝しますよね。はい。で、自分自身も打撃カバちゃん持ってるんで、
優秀ですよ。はい、ということで第2位、レジェンズリミテッドの龍拳悟空3になります。そして栄えある第1位に輝いたキャラクターを見ていきましょう。こちらです。レジェンズリミテッド身勝手悟空極みになります。はい、まあちょっと悩んだけどね、個人的に。そのまあウルトラベジットと龍拳と身勝手の順位の並び替えはちょっと迷ったんやけど、個人的には一番強いんじゃないかなと思うのはやっぱ身勝手。うん、身勝手に落ち着いたんだよな。なんか他のキャラクターたちはすごいやれること多いんですよね。特殊カバチン向こうで殴りますとか、踏ん張り持ってますとか、属性相性不利向こう持ってますみたいな、そういうねなんか強い能力いっぱい持ってるんですけど、この身勝手に関してはもちろんそういう能力もあるんやけど、やっぱ自動回避と自動カウンター、これがその試合の質をなんかガラッと変えてるというか、すごい安定感が生まれるんですよね。うん、どんなに苦しくても、うわ交代回ってねえやんっていう状況でも、じゃあ身勝手出しときゃ安心やねっていうことになるじゃないですか。で、うわバニシングない、でもユニークゲージがある、身勝手がいるから全然問題なくて時間を稼げるとかね、そういうのがねこのキャラクターにはあるんすよね。それが何より優秀なんじゃないかなって思います。うん、でそれだけじゃないんですよね、身勝手は。まあ、先ほども言った通り、まあ、いろんな能力、強い能力ありますよっていうのは言ったんですけど、まあ、メインアビリティで特殊カバチェン向こう、まず30カウント長すぎっていう長すぎやろ30カウントはも持ってるし、でラス1になると、踏ん張りつくし、でこいつが唯一持ってないのは、属性相性不利向こう、うん、それ以外は全部持ってるんじゃない、高水準で。まあ、それがねやっぱ今の PVP を牛耳ってる理由なのかなっていう。安定感全然違うやん、やっぱり。特殊カバチェン向こう2回発動できるし、時間稼ぎもできるし、攻めの起点作りにもできるし、で最近めちゃくちゃ不満に思われてるクイックアタックも普通に避けれるんで、なんならクイックアタック、クイック移動の追加で身勝手強なったでしょ。うん、どっちかというと身勝手強化だったっていう、そういう結論に僕は至ってるんですけど、皆さんはどう思いでしょうか。はい、ということで、以上がトップ10のキャラクターになります。まあそこそこ長い時間喋っとったんですけど、まあ、第1位は身勝手です。はい、まあ、皆さんの感想意見、まあ、こっちはこうじゃねっていうのをねあればコメント欄に書いてっていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。